りあえずは一旦遊びのスケジュールを降りましたので、名護のホテル桜のファミリアさんに行きました。いらっしゃいませ。いや、綿棒やほら。すごい、ないわ。あ、ない。ちょっともうちょっと動いてる。5階です。楽しいなね、はい、ママ5階です。5階です。5階じゃない、感じの方な。5階です。どんな部屋かな。廊下でお数回お願いしますって。なんかね、マンションみたいなところね、確かな。うん、すごい、ガランといてよ。501、ほんまにすごい、ガランといてよ。いいよ、海は見て、海ほら、うまいな、海やな。わあ、なんか綺麗、めっちゃ綺麗やん、部屋。海がめっちゃ綺麗。ママ、うん、ママ、あ、見て、うわ、気持ちいい。うわ、すごい。あ、ほんまに気持ちいいわ。あ、すげえ。あ、すげえ。ただしここから落ちないで。あ、いいやん。あ、いいね。ここが、いや、ユニットバスだよね。あ、なんか広いやん、なんか広々してんな、こっちも。そうか、あの洗面がこっちに来てるからやな。なんかほら広く感じる。ほんまやね。こちらのホテルはですね、アメニティグッズは1階のカウンター、クイーンカウンターの横にあるということで、また後でね、取りに行こうと思います。もうすぐね、晩ご飯の時間なんでね、まあ、とりあえずもうすぐ晩ご飯に向かいましょう。ちょっとやめて。9000円。鍵持ってる。持ってるよ。その次1万円。ウェルカムドリンク美味しい。美味しかったよ。すごい美味しい。美味しい。めっちゃ美味しいわ。そうなんだ。